こんにちは。ココイストアートディレクター野原美希です。今日はクリスマスの季節にぴったりなココイストの商材で作るリースのデザインをお見せしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今日はチップの方にデモしていきますので、ベースジェル、あとはカラージェルのとこの方は割愛させていただきます。今日ベースに使うカラーの方が E109 番のホーリーグリーンになります。ホーリーグリーンを2度塗りして硬化した状態でここから進めていきます。あと本日の主役が今日はこちらですね、ボバージェルのローになります。こちらを使っていきます。あと準備していただくのが、ココイストから発売されてますこちらのオーロラデザインフィルムですね。こちらを使っていきます。こちらそのままこのフィルムの使い方をするのではなく、少し端っこの方をですね、細かく刻んだ状態でちょっとボバジェルの中に入れていきます。こんな感じですね。ちょっと細かくカットしたものをトレイの中に準備しております。今日の作業で一番大変なのはこのオーロラフィルムを細かく刻む作業かなと思いますので、ちょっとね大変なんですけども、前もって準備しておいていただけるといいかと思います。いろんな色カットして入れてあります。あとはクリアファイルを小さくカットしたものを準備しておいていただけるといいかと思います。ではボバジェルのローをスパチュラで取っていきます。大きさの方はリースにしたいサイズ、あとはリースの太さとかにもよるので、ちょっとねいろいろ試してみて大きさをちょっとね皆さんで加減していただけるといいかなと思います。多く取ってしまってもまあね、ちょっと後で使い回しもできますので、このくらいちょっと今日は取ってみましょう。ボバジェルの方スパチュラで取れましたな。刻んでいただいたオーロラフィルム、こちらを直接もうこの取った状態のボバジェルのままペタペタとくっつけていただいて、ボバジェルにこの刻んだフィルムをまとわりつかせてください。こんな感じで、そのまま小さくカットしたこちらのクリアファイルの中、上に巻いていきましょう。でここからはね、ボバジェルを少しこねていくので、シリコンスティックなんかがあるといいかと思います。シリコンスティックでしっかりと先ほどの刻んだオーロラフィルムをくっつけたボバジェルをこねるようにしてフィルムを中に入れ込んでいってください。そんなしっかり混ぜる必要もないんですけど、まんべんなくフィルムが広がるように混ぜてあげます。でこのままスティックで、よいしょ、こんな感じで筒状にしていただいても全然大丈夫なんですけども、もう一枚クリアファイルをカットしたものをこのボバジェルを挟むように押さえてもらって、手でコロコロと転がしてもらうと結構綺麗に均等な棒状のものが出来上がるので、こちらの方が簡単かと思います。ここまでできたらシリコンスティックなんかを使いまして、このクリアファイルの上でこうリースの形になるように少しね丸いドーナツ状リースだけどドーナツ状の丸にしていきます。こんな感じ。これが爪に乗せるサイズよりもかなり大きくなってしまうとはみ出ちゃうので、まあお客様とかあとはまあチップ制作する時のサイズに合わせてこの丸の大きさを決めていってください。はい、でなんとなくこんな感じで丸くできましたらば、ここからシリコンスティックで優しく持ち上げて、よいしょ、大変だったらもう一本シリコンスティック使ってもらって、よいしょ、はい、こんな感じでちょっと持ち上げてシリコンスティックのように乗せてみましょう。そしたら
ホーリーグリーンを塗ったこちらのベースの方に今作ったこの丸いリース状のボバジェルを乗せていきます。よいしょ、こんな感じでポーンと乗せてもらったら軽く押さえながら形を整えていってください。なんとなく丸く見えれば全然 OK です。でボバジル柔らかいのと、あとはちょっと室温が高かったりするとベタベタしちゃったりするので、まあ、シリコンスティックやスパチュラなどにエタノールをつけながらやっていただいても大丈夫です。はい、こんな感じで丸く綺麗にリスの形になりましたら、ここにちょっと飾り付けをしていきます。まだここは硬化せずそのまま作業を進めていきます。あとはこういったゴールドのちょっとお花に見えるようなパーツとか、ちょっとブリオンとかをこのリースの中に飾り付けしていきます。ボバジェル固まってないのでこの中に埋め込むような形で入れていっていただけるとしっかりと固定できますので、硬化する前に行っていただくのがいいかなと思います。まあ、こういったパーツがなければ全然ブリオンだけでも大丈夫かと思います。でグッグッとちょっと押し込みます。バランスを見ながらグッとパーツの中にしっかりとギュッと押し込んでください。はい、そしたらちょっとブリオンも飾っていきますね。このオーロラフィルムが結構いろんなカラーなので、こう、まあ、細かくカットしたオーロラフィルムがこう屈折してこれだけでもねキラキラしてくれるので、まあ、この飾り付けはやってもやらなくてもどちらでもいいかと思います。このオーロラフィルムのね輝きだけでも十分リースっぽく見えると思いますので、あったら乗せてみみたいな感じでやってみてください。今乗せてる、まあ、パーツとかブリオンはちょっとゴールド系なんですけども、これ別にお好みでシルバーでもいいですし、ちょっとピンクゴールドっぽいものでも可愛いかなと思います。でブリオンもしっかりと上からグッとボバジェルの中に埋め込むように軽く押さえてください。あとで上からトップジェル塗るんですけど、ここでしっかりとボバジェルの中に埋め込んであるとデコボコも少なくて引っかかりも少なくなると思いますので、しっかりと押さえるようにしてください。はい、こんな感じでパーツとブリオンの方がしっかりとこのボバジェルリースの中にギュッと押し込めましたら、ここで一度しっかりと硬化していきます。硬化してボバジェルがしっかり固まりましたらば、最後にトップコートで仕上げていきます。トップジェルはウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらで仕上げていきます。リースの上もしっかりトップジェルでコーティングしてください。もしそれだけ、まあ、トップジェルだけでちょっと引っかかりが気になるようでしたらば、まあ、トップジェルを塗る前に一度アートクリアなどでコーティングしてからウルトラグロッシーでコーティングして仕上げていただくことをお勧めいたします。完成しました、まあ、オーロラのちょっとねこうキラキラ感もありつつ、ゴールドのちょっとメタリックな感じのキラキラも足しつつでクリスマス感が増したかなと思います。とっても簡単なのでぜひやってみてください。
色違いであれば290番のチリペッパー、こちらの赤なんかもちょっと大人っぽいレッドでおすすめです。これがオーロラフィルムですね。あとはちょっとね、小さいビーズとかを先ほどのオーロラフィルムの代わりに中に入れ込んであげても面白い仕上がりになりますので、ぜひね、何かお家にあるもの、小さい何か細かいものがあったりして、ちょっとキラキラするものがあったら、もうボバジェルに入れてやってみるのも全然ありかなと思いますので、いろいろ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。ココイストアートディレクター野原美希でした。ありがとうございました。